海上自衛隊の次期潜水艦建造計画が進んでいるんだけど、データなどは非公開となっているね。当然といえば当然だけど、スペックはどんなものなのかな？と考えてしまうこともあるよね。潜航深度が深くなれば隠密性は高まるが、浅い海域でも機動力はやはり必要なわけで、そのためには、機関である電池の性能次第ということになるんだろうな。そうだね。さて今回は次期潜水艦の性能について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年時点で海自が保有している最新鋭潜水艦といえば太平型だったよね。1番艦太平は2020年10月に進水、2022年3月収益予定になっていて、2番艦白鯨が2021年10月に進水、2023年3月収益予定となっているよ。太平型は前級の双流型のデザインを機構的にも踏襲した潜水艦と言え、特に双流型ラストの2隻、11番艦王流と12番艦東流の正常進化版と位置づけられるものらしいんだ。機関部の構成も同様ということからもこの事実が伺え、王流、東流と同じく太平型も機関としてディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の潜水艦で、データでは王流が、水上排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.3 メートルで、軸出力は5600馬力、水上13ノット、水中20ノットのスピードと見られているよ。一方の太平型だけど、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.4 メートルで、軸出力6000馬力、水上13ノット、水中20ノットのスピードが予測されているんだけど、一目瞭然、すべての数字が似通っているよね。こういったデータを見た場合、面白いことに気がつくんだけど、実は双流型1番艦から10番艦までの重積は軸出力は8000馬力ほどもあって、つまり機関部構成がディーゼル機関とスターリング機関、鉛製バッテリーと発電機の組み合わせだった頃は、現在より数値の上では高かったんだ。しかし、そういったカタログ数値以上に重視されていることがあり、機関構成のシンプル化と艦内スペースの増加、鉛製に比べて高速充電可能となり、持続力が向上したリチウムイオンバッテリーの採用によって、実際の運用上効率は勝るとも劣らないと言われていて、馬力が落ちても、他の要素で取り返すことができそうだな。とはいえ、この比較はあくまでも今までの海上自衛隊の通常動力型潜水艦と話で、他の国の原子力推進潜水艦と比べたら、出力やそこから生み出される水中速度などでは劣ってしまうことは残念ながら避けられない事実と言えるぜ。原子力推進型潜水艦の水中速力はだいたい30ノット以上と見られていて、通常動力型潜水艦では世界でも最高水準と考えられている海自の太平型や双流型の速度と比べると、およそ 1.5 倍以上の数字を叩き出しているわけだから、運用目的や用途はおのずと異なってくるのが当然だね。前述のように、原潜は水中速力と長時間の潜航航行が可能です。敵の原子力潜水艦に対して、日本の潜水艦の取る戦術は、特定海域での待ち伏せであり、俗にチョークポイント、チョークポイント制海権を握るために重要な海上水路と呼ばれる地点に潜んで、敵艦の行動を妨害するものと思われるよ。つまり、こちらから撃って出ることはしないというわけだね。特に海自潜水艦の場合、他国の攻撃型潜水艦は対地攻撃用のミサイル等の兵装を実装しているが、こちらは対艦攻撃用の兵装のみの実装だから、待ち伏せ戦術の傾向がより強くなっていくことが予想されるぜ。韓国の国産潜水艦のトサンアンチャン補給初期型バッチ1の場合は、通常動力型ですが潜水艦発射型の VLS を6機搭載して、攻撃型潜水艦の範疇に含まれる潜水艦でもあり、同時に対地攻撃能力の獲得を目指しているらしいと言われているよ。何度も言うけど、こうした他国の潜水艦とは違って、
海自の潜水艦は純粋に敵潜水艦を含む対艦攻撃に特化した艦艇だから、傭兵思想そのものが日本領海防衛に限定されているということを再度考慮する必要があるんじゃないかな。2020年に太平が進水式を迎えるまで、潜水艦の推進方式に従来のプロペラによるスクリュー式ではなく、ウォータージェットあるいポンプジェットと呼ばれる推進方式を採用すべきという意見が一部にあったんだ。確かにウォータージェット推進方式は一部の国の潜水艦に採用されていて、例えばアメリカのシーウルフ級、イギリスのトラファルガー級、ロシアのボレー級などなんだけど、これらの潜水艦はすべて原子力推進型の艦艇なんだよね。潜水艦以外にもウォータージェット推進方式は採用されていて、例としては、レジャー用小型水上バイクや、22ノットを超える高速船の一部などにも取り入れられているし、水上艦では40ノット以上のスピードを発揮する艦艇もあるみたい。ウォータージェット推進方式は搭載している艦艇が接する周囲の水を一旦吸い上げた上で、高圧ポンプを動力源にして噴射して進む方式だけど、物理的効率はスクリュー式よりも低いから、燃費が悪い方式でもあるんだ。燃費の悪さというデメリットはあるにしても、前述したように一部の原子力推進型潜水艦がウォータージェット推進を採用している理由は、原子力という動力源が大きな影響力を持ち、一般の通常動力型潜水艦とは比べ物にならないほどの出力を生み出すからだな。別の意味で言えば、原子力を持たなければウォータージェット推進方式はあまり効果がないということになるのかもしれないぜ。改めて確認だけど、日本には原子力推進型の潜水艦はないよね。にもかかわらず、太平型にウォータージェット推進が採用されるかのような噂がネット上に流布した背景を探ると、2019年令和元年に千葉県の幕張メッセで開催されたマストアジア2019という展示会の影響があったのではないかと考えられるんだ。マストアジア2019で海上自衛隊の潜水艦建造を担当している主要メーカーである、三菱重工業者は将来の次世代型潜水艦のイメージ図を展示していて、その中にウォータージェット推進の採用が盛り込まれていたんだよね。この時に三菱重工業者が展示していたのは、あくまでも次世代潜水艦に向けたコンセプトイメージをアピールすることが目的だったんだろうけど、これを見た気の早い一部の人がそういう型に続く新型潜水艦にウォータージェット推進が採用されると早合点してしまったみたい。この当時、潜水艦の名前は決定していなかったし、太平型という名称も未定な新型潜水艦だったけど、一番艦太平は前年の2018年3月には寄港されてたので、次世代潜水艦という表現にはそもそも合致しないよね。だから、このイメージ図を本来的な意味で次世代潜水艦だと解釈しても、建造が始まっている太平型ではなく、それ以降の潜水艦と考えるのが順当な判断だと思われるぜ。ウォータージェット推進は、噴出する水流の方向をノズルの向きで変更できるから、舵が不要だし、高速度を実現できるというメリットもあるから、潜水艦に実装すれば有利ということは疑いようのない事実じゃないかな。しかし一般的には25ノットまでの速度域では、従来のプロペラによるスクリュー式が動力源の約 65% の効率に対し、ウォータージェット推進ではここから 20% ほど低い効率しか実現できないと言われているよ。二つの方式のエネルギー効率は、30ノットの速度を超える時点で逆転するとされているから、最新のリチウムイオンバッテリーで水中速度20ノットほどの日本の潜水艦では、30ノットに達するのはかなり難しいと思われるんだ。今後リチウムイオンバッテリーがさらに進化して全固体化となれば、そこで得られるパワーによって現行の水中速力を20ノットからアップさせる可能性も考えられるけど、1.5 倍にもなる30ノットの実現にはかなりハードルが高いと推測されるよ。そういった課題を考えると、日本の潜水艦が通常動力型である以上、ウォータージェット推進方式を採用してもメリットはないよね。そうだね。つまり、抜本的な技術革新が実現されない限り、ウォータージェット推進が実装されることはないと思われるんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。